皆さんこんにちは。小倉第一病院の管理栄養士です。本日はリン、タンパク質比についてお話しさせていただきます。リン、タンパク質比というものをご存知でしょうか。リン、タンパク質比とは食品に含まれるタンパク質 1g あたりに対するリンの含有量のことを言います。リンの値を上昇させずにタンパク質を摂るためにはリン、タンパク質比が15以下の食品を選ぶことをお勧めしています。それでは各食品群別のリン、タンパク質比を見ていきましょう。まず穀類です。穀類とは主に主食のご飯や麺、パン類になります。リン、タンパク質比が16以上のものは玄米ご飯、ゆでそばです。次に豆類です。リン、タンパク質比が16以上のものはおたふく豆、蒸し大豆です。次に種実類です。ここに示すすべての食品がリン、タンパク質比が16以上のものであるため、種実類については量をたくさん食べたり食べる回数が多かったりする場合、リンが上がりやすい食品にであることがわかります。次に魚介類です。魚介類は種類が多いのでスライドを2つ分けてご説明します。リン、タンパク質比が16を超えているものは釜揚げしらす、ししゃもです。リン、タンパク質比が16を超えているものはウニ、魚肉、ソーセージです。次に肉類です。肉類も種類が多いためスライドを3つに分けてご説明します。リン、タンパク質比が16を超えているものは牛レバーのみとなっています。次にリン、タンパク質比が16を超えているものは豚レバー、ベーコン、ウインナーです。次にリン、タンパク質比が16を超えているものは鶏レバーです。肉類は全体的にレバー、加工食品以外はリン、タンパク質比が低くなっており、部位ごとにもそこまで大きな差はありません。次に卵類、乳類です。卵、モッツァレラチーズ、クリームチーズ以外の食品はリン、タンパク質比が16以上となり、その値からも乳類はリンが上昇しやすい食品であることがわかります。最後に菓子類です。リン、タンパク質比が16を超えている食品は醤油せんべい、プリン、ミルクチョコレート、ポテトチップスです。コリン結晶を予防してタンパク質を摂るためにリン、タンパク質比を意識した食品の選び方を実践しましょう。以上でリン、タンパク質比についてご説明しました。